ハワイとかグアムとかでできればまたやりたいですね。はい。ついに登場した超大物グラップラー、バレット吉田。世界を震撼させた寝技がベールを脱ぐ。迎え撃つのは日本の誇るテクニシャン大石正弘。いぶし銀対決の軍配はどちらに。第7試合ライト級5分3ラウンドです。大石正弘対バレット吉田。高島さん、はい、ついに日本初見山バレット吉田ですね。そうですね、世界的に有名なグラップラーのシューティング日本登場ですよね。そうですね、ホイラグレイシーをアブダビで決めかけましたよね。そうなんですね。この足の吸い付きですね、すごいですね。もう三角とこの十字の、十字のもうどっちで、大石はちょっともうパニクるんじゃないですかこれ。その後に持ち上げるような形なんですが、自分のリストはしっかり握っています。頭越えるのを狙わないと、ちゃんとでもその足を越えさせないような位置を取ってるようにも見えますよね、バレットは。入ってきましたよ。普通にどんどん締めていきます。ただ大石もこの辺ディフェンスすごいですからね。そうですね、前に前に登って、はいはい、膝入れてますからね、はい、足の間にちょっとでも、はい、厳しいですよね。うわ、攻めとしては厳しいと思いますけど。さあ、ここでキャッチ入りました。いやー、これ本当に硬いですね、このフックは。あっ、決まりましたね。なんとか来ました。ゴッテ正解ですね。あーっと右パンチも前は全然できてなかったんですけども、ずっとフィアブレッドグアムですか、グアムとか、それとか大宮、それにグラップリングアンリミテッドで練習してシューターになろうとしてますもんね、グラップラーじゃなくて。よし、もっと力強いパンチ欲しいですね。そうですね、それが一番の勝機になると思いますから、インサイドからのパンチが今のバレットに対しては。なるほど、ここは一旦距離を取るのか、そのまま一旦離れます。これはちょっと三角のダメージが残ってるのかもしれないですよね。まあ距離取っておいた方がいいかもしれないですね。休みながらちょっと今みたいに蹴って、はい、右のロー。そうですね、これで大石はもう1ラウンドこのまま過ごして2ラウンドにまた仕切り直しっていうのを狙ったかもしれないですね。さあ、組みすぎていきます。さあ、ここもやはり引き込んでいくのがバレット吉田。バレットもあまり余裕があるようには感じられないですよね、あれほど攻めてたんですけど。噂にたがわぬ猛攻を見せたバレット。そして2ラウンドの序盤、この男がついに進化を発揮する。さあ、注目の第2ラウンド。まあ、ラウンドこなしていけば大石の良さがもっと出てくると思うんですよね。はい、あ、今パンチからすぐパンチフェイントで、奪ってきました。このバックに入るのがもう考えられない速さなんですよね。これはまだ首には手は回っていません。しかし大石ちょっとグラウンドに入る展開の時に翻弄されている感があります。あ、これ固めてパンチ入れてるんですね。ちょっとここはしのぎどころですね。そうですね、固めといた方がいいですよ。動けばバレットに翻弄されます。そうですね、しっかりこの手を離さないことですね。あ、でも左腕で入れてますね。となると逆に離しちゃダメですね。そうですね。さあ、バレット吉田の右手をしっかり両腕でリスト握っていますが、これが離れるとピンチです。大石、ああ、ちょっと離れました。さあ、そのまま絞ります。背中伸びないようにですけど、やっぱ体重かけるのうまいですね。うまく体重を前に乗せています。さあ、ここから抜けるのは苦しくなっている。さあ、表情もきつい。そのまま絞ります。吉田、かなり苦しい表情です。あ、これはちょっと、ああ、ここでタップ。スピーディーな寝技の攻防にピリオドを打ったのはバレットのスリーパー。世界有数の寝技師、その実力は本物だった。群雄割拠のライト級を揺るがす巨星が今シュートに飛来した。10ヶ月ぶりにリングに戻った